何なんだお前ら。何だとは失礼だ。我々は真の地球人だ。貴様らは我々を地底人と呼ぶようだな。ヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。地上は俺が守る。おざけ弱小種族が。俺は負けない。忘れていた。この戦いの高揚感は。そうだ、思い出した。これだ。おやおや、息子たちが随分と世話になっているじゃないか。これこそが、この地底王が相手をしてやる。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。負けない。生存競争だ。バトルだ。即興だ。
だ、この力は。ふざけるな。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも格下ヒーローじゃばあが。さあやろうか。え？俺は強くなりすぎた。皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。トラ、不特定多数の生命の危機、鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機、竜、いくつもの町が壊滅する危機、神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時、怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れたものを募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。ヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。
ってください。現場で怪人を発見しました。アイクはたった一人、俺たちが協力すれば。行くぞスマイルマン。見てこれるか。ここだ。よっ。逃がさん。行くぜ。ほら。よっ。ついてこれるか。こいつでどうだ。勝負しろ。何者だ？お前は。趣味でヒーローをやっているものだ。何だ？その適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれたワクチンマンだ。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の意志によって生み出されたのだ。死にだと。そんな理由で人質としてやるやろ。
ワンパンで終わっちまった。